自分で作るスタイル。乾杯。乾杯。私1ヶ月ぶり。そうだね、うん、2人で飲むのは。パックが具合悪くなってから、で夜なんかあったらと思ったら飲んでなくて、1ヶ月ぶりのビールになります。いただきます。いただきます。パックが良くなったお祝い、久々に夫婦の時間、夫婦でお酒を飲みます。ご飯は食べました。パックくんはさっき、普段はケージにずっと入って本当におとなしくして安静頑張ってます。まあたまにはいいんじゃないか。ね、もうだいぶ元気だね。うん、だいぶ元気になった。もう元気になりすぎて動きたい動きたいが強くて、どうにかこうにか動かないようにしてもらって、うん、早くこれ外れるといいね。今月いっぱいはつけてるって言ってたけど、来月に徐々にちょっと外してみて、どんなだかって。どうするキリンみたいになってたらこう。ならないよ。回復に向かってるからよかった。結構生えたりがすごかったからあの時期ね。やっと 9.2 キロに達しました。なんと8.6 の壁が大きくて、2週間 8.5 キロ、8.6 キロをずっと行き来して、 8.6 キロ行ったなと思った次の日は 8.5 キロになって、うん、フードめちゃめちゃ増えてたのに、なんでなんでと思ったら、やっと 9.2 キロ行きました。まあ試練は乗り越えたよ。まだこれからだけどね、どうなるか。2週間後にまた評価って言ってよ、先生が。なんか具合悪くて、あの入院になっちゃったんですけど、昼間に日帰り入院で、昼間朝一で私が病院に預けて、夕方パクのお迎え行って、また次の日日中は病院で管理してもらって、夜はうちらが見てるっていうのを先生とこうやってたんですけど、で昼間のうちに点滴とか注射とか、あとご飯食べる練習して、夜は病院もやっぱ先生とかいなくなるので心配だし、うちに帰ってきて何かあったら救急病院行くみたいな感じで、うん、なんかでも次の日にやっぱり朝行けないとか、パクのことを預けに行けないっていう時は仕方なく入院っていう形にしてたんですけど、入院した時の夜ね、寝られない寝られない、今頃パクが吐いてるんじゃないかとか、寝れてないんじゃないかとかね、気にしてもう寝れない寝れない。こう見えて旦那さんは全然あんまり人と喋ったりとかコミュニケーション取るの苦手なんですけど、 いきなりその話するの。まあその話しちゃうすると人見知りだよ。そんなによくさ、動画見てる人にね、旦那さんは人見知りに見えないってよく言われるの。うん、嘘。すごいコミュニケーション取れてすごいテンション高くてって言われるんだけど、動画だと、うん、それうちだからだから、みんなにそんなことないよって多分初めて会ったら全く喋れないと思うよって言ってる。全く喋れないし、めっちゃ汗かくと思う。額から大量の汗かく。インスタとかに結構ストーリーとかにパックの様子あげるんですけど、パックのお姿を見れてよかったですとか、頑張ってくださいとか、すごいたくさんメッセージもらって、みんなが本当にパックの応援してくれて本当にありがたいですね。嬉しいね。本当だよ、本当に俺らなんて一般家庭なんだね。本当に一般家庭がさ、こうやって YouTube をさ、まあ、完全に俺の趣味なんだけどさ、なんで YouTube 始めたんだろう。パックが可愛いから。ああそうそう、パックを飼って、で最初パックの動画をいっぱい撮って自分で編集してたんだよ、アプリでね。じゃあなんか結構いい動画ができるともったいないなってなるじゃん。あ、 YouTube にちょっとパックのこと載せようと思って、自分のせっかく作ったね、みんながさ見てくれるようになってさ、びっくりしてるよ、パパが一番。パックのこと頑張れ頑張れっていう人もいっぱいいるしね。めっちゃ感動したんだけど。いや本当に感動した、本当にこんなにたくさんの人見てくれて、コメントもくれて、メンタルも落ちてくるからね。ね、二人ともね、なんかね、ど何するのが正解かわかんないからね。そうだね、パックが具合悪いとこっちも多分メンタルやられちゃってね。やられたわマジで、ね、私なんて永遠に泣いてたもんね。めっちゃ泣いてたよ、永遠に泣いてた、本当に喋れなかった。でもだってもう具合悪くてずっと泣いてさ。言葉もあるからってずっと言ってたじゃん。大丈夫だから、言葉も言葉も大丈夫大丈夫って言っても大丈夫になるからって言って、人のやつだよ、人のやつ。なんかもう涙が勝手に出てきて。でも思ったのはね、
すごい思ったんだけど、こういう風に病気になるじゃん、うん、ワンちゃんが病気になってなんか症状が出るじゃん、うん、絶対動画撮っておいた方がいいなと思った。あ、動画絶対撮った方がいいですよ、本当に。主治医の先生にもどんな症状かっていうのを動画で見せてくださいって言われて、向こうの先生もタブレットでその動画を動画で撮るし、検査専門の病院に行った時も、うん、動画ありますかってまず聞かれるから、びっくりしたよね。まあそりゃそうかと思ったけど、時代が時代なのかと思ったけど、言われるんだ。まず症状がこうでこうでこうでったら、動画ありますかってまず聞かれるから、うん、そうか、絶対撮ってた方がいいなと思った。でも本当のやばい時は動画なんて撮ってる余裕なかったから、一回意識失って呼吸がやばくなった時はさすがに動画撮れなかったね。冷静ではいられなかったよね、動画回そうとはならないよな、ならなかったね。なんかもう発作が出ました、バタンって倒れて失禁して、もう呼吸が止まりそうになった時にもう私はもう焦ってバクバクってなっちゃって、パパも大丈夫かみたいな感じでね、うん、本当は動画撮ればよかったんだろうけど撮れなくて、まあ病院その後もうすぐ連れてって先生に動画ありますかって言われたので、なんか今回病気になっていろんなお薬使ったり検査したりこういうの治療に専念してるって感じで、闘病生活の初めてで分からないこともいっぱいあって不安だったけど、本当視聴者さんがいろんなアドバイスくれたりとか、うちはこういう病気でこうでこうでこうでしたとかいろんなアドバイスくれて結構参考になりました。本当に知ってる、うん、視聴者さんのことさ、うん、違う呼び方があるの知ってる？知らない。知らないでしょ、うん、俺作ってる農家さん農家さん農家さんって呼んでる。田んぼの夫婦でしょ、うん、それのファンだから農家さん。あ、うちらを育ててくれてるってこと？そうそうそう。あ、じゃあ農家さん。じゃあプロフィール書いてあるから、じゃあ見てない。自分動画ほら一切作ってるのとか関わってないからさ、動画に関してはただ出てる、映ってるってだけで。映されてるでしょ、どっちかっていうと。あなた、まあそうだね、あんまり分かんないんだよね動画。ぜひチャンネル登録して田んぼ家のファン農家さんになってくれたら嬉しいです。知らなかった？初めて聞いた。あるじゃん、トゥワイスで言ったらワンスみたいなのあるじゃん。あ、農家さん。トゥワイス大好きだもんね農家さんって言います。恥ずかしい、恥ずかしい自分で考えて汗かいてウケるんだけど、ね、農家さんだよ。俺らだってさ始めた時なんてさ5人とかじゃん。誰にも本当どこにも載せず、誰にも宣伝せず、ただ思い出あげてるみたいな感じ。思い出をあげようみたいな感じだから、最初の視聴回数2とか YouTube にさ動画初めてあげてさ、おお、なんかワクワクするなみたいな。別にあれだよ、 YouTube でさ何かしてやろうとかじゃなくて、でもあげたらあげたり気になるじゃん、視聴室ってさ YouTube に動画ポンとあげたらさ、うん、にパパとママじゃん俺らじゃんみたいな。にって何みたいな。似てるのね。そんなさ、にとかのさ人たちがさ1日とかにさ1000とかさ今さ見てもらえるのすごいよね。すごいね、もう本当にありがたいばっかりで嬉しいよね本当にね。にからすればね、ね、本当に俺ら2だから、うん、ありがとうございます。バックもうちょっと安静頑張ろう、ね、そろそろケージに戻りますか。パックさん今日いっぱい出たね。よし、そうだね。じゃあまたぜひチャンネル登録コメント高評価お願いします。お願いします。また見てねって。バイバイ。また来週。バイバイ。バイバイ。